はい、こんにちは、VOJ です。今回なんですけど、私がいつも使ってるね、このハルインコの DJG7。こいつをね、簡単に、ね、三脚にマウントしてね、運用できないかなっていうことをね、考えてみました。ネットでね、いろいろ、ハンディ機をね、三脚にマウントしてる方ね、検索したんですけど、やっぱね、大体オーソドックスにね、L 型アングルを使って、三脚につけたり、あとね、スマホホルダーとかをね、使って三脚にマウントしてる方がね、いました。でもっと簡単にね、スマートにね、つけたり外したり、着脱がね、すごい楽になる方法ないかなと思ってね、考えたんですけど、一つね、思いつきました。こちらを使います。これ、以前ね、別の動画で紹介した、この三脚ネジがついたマグネットマウントですね。こいつをね、三脚につけてね、このね、DJG7をぴょっと、簡単にね、つけられないかというところでね、やってみました。で、まあ三脚当然なんですけど、まあネジがオスでね、はい、こっちもオスネジなんで、そのままじゃつかないので、まずね、ここを変換する必要があるんで、こいつを使います。はい、えつみのやつですね、えつみの変換ネジですね、メスメスになったやつ。こいつをね、こうつけて、で、こいつをね、このマグネットマウントをね、こうつければ、ここつくわけですね。で、こんな感じでね、ここペットをつければいいんですけど、当然そのままではつかないので、金属をね、つける必要があります。そこでね、これにつける金属をね、探した結果、100円ショップにね、手頃なものがありました。はい、ここにつけるプレートとしてね、セリアさん、100円ショップのセリアさんで売ってる、マグネット取り付け用のプレートみたいなのがあったんですよ。で、100円でね、あったんで。でね、それをね、つけようと思って、それ買いました。でね、とりあえずね、つけてみたんですよ、これにね。まずつけてみたんですよ。で、こんな感じなんですよ。こんな感じでね、これ、超強力な両面テープで、バッテリーにね、直接ひっつけてみました。こんな感じで、ね、超強力な両面テープで貼り付けました。もともとね、これにね、両面テープがね、ついてたんですよ。ただね、粘着力が弱いので、それをね、剥がして超強力な両面テープをつけました。その両面テープがね、剥がすのが大変でね、最初ね、無水エタノール、ね、かけてグリグリやったんですけど、ここがね、全然ね、取れないんですよ。で、最終的にね、灯油を、石油ストーブ用の灯油を、かけて、ゴシゴシやったら綺麗に取れてね、で、超強力な両面テープで貼り付けてみました。という感じでね、こんな感じで、ちょっとつくわけですよ。これが着脱する楽ですよね。はい、これで三脚立てて、こう、ポッてね、マグネットのね、マウントにつけて、これでね、運用して、でね、あ、ちょっとギリギリで弱いなっていう時はね、こうもうすぐ外して持ち上げて、こうね、手で探れるという感じで、こんな感じで作ったんですが、弱点とかね、ちょっとね、ウィークポイントがありまして、ここ一応ね、一番上に、ね、合わせて貼ったんですけど、一応ね、充電スタンドには刺さるんですけど、奥まで完全に刺さらないんですよ。ここに貼り付けちゃうと、このサイズだとね。はい、一応刺さって充電はできるんですけど、なんか完全にガスってね、下までは、ね、いかなくて、一応ね、接点は当たるんで、一応充電はできます。あと、これでね、貼り付けちゃうと、バッテリー交換した時ですよね。バッテリー交換した時、こっちにもね、貼り付けなきゃ、全部に貼り付けなきゃいけないっていうところがね、あるんで。でね、貼り付けるのね、まあ嫌な人もいるでしょうしね。はい。このね、最初の案はやめました。ということでね、やっぱね、ここに、これ今ね、こうね、純正のね、クリップというかね、ベルトがついてますけど、ここのネジでね、やっぱり止めることにね、しました。はい、このネジでね、止めると、こんな感じです。はい、こんな感じですね。ここね、ネジで、このね、プレートを止めました。はい、こんな感じでつけましたね。もともとついてる両面テープで、ちょっとだけね、穴開ける部分を、ちょっとだけ剥がしてね、このプラスチックのスペーサーと、あとはスプリングワッシャーが入ってるんですけど、こうやってね、止めました。はい、バッテリーもね、一応こんな感じで。はい、一応ね、着脱がね、できます。こんな感じでね、着脱が一応できるんで、まあ、これでいいかなと
というとこですね。はい、こんな感じですね。このプラスチックのねワッシャーなんですけど、まあもちろんちょうどいい長さがないんでね、長めのやつを切ってね、ちょうどいい長さに合うようにしてね、でスプリングワッシャーあんまり関係ないんですけど、スプリングワッシャーをねこんな感じで、見えるかな、一応はめてます。はい、これだとね、あの普通に充電スタンドにもねそのままこれだけあるんで刺さるしね、あの直接バッテリーに、ね、貼り付けるっていうことはしないので、まあ、これでいいかなっていう感じですね。はい、でこんな感じでねペッてつくんで、ただ一応ネジが出っ張ってるんでね、ネジのところをね、あるところをこうつけちゃうとね、ちょっと弱くなっちゃうんで、ちょっとね、あのネジをね、上に出してくっつける人が多少あるのがあるんですけど、はい、こんな感じでね、はい、くっつけてね、運用できそうです。で、まあ実際に運用するにはね、もちろんくっつけるんでね、スピーカーマイクが、必要なね、スピーカーマイク、ちょっとつけてみますね。はい、セッティングするとね、こんな感じですね。これね、マイクはちょっと安のマイクなんですけどね。でね、ここにね、あの、マイクのね、フックをつけました。このね、今挟んでるんですよ。これはね、100円ショップで買ったクリップですね。こんな感じのね、クリップ。つけてね、あの、フックをつけて、マイクハンガーにしてます。こんな感じですね。なかなかいいんじゃないかと思ってるんですけどね。はい。これでね、こんな感じでね、はい、運用ができると。でね、すぐこう外してね、手持ちでもね、できると。でね、厳しい曲はこう手持ちでやって、ね、普通に安定して更新できる曲は、まあ、こう引っ付けてやると。あ、これなかなかいいんじゃないかと思いますけどね。どうでしょうかね。このね、運用で、ちょっとね、運用を、ね、してみたいと思いますがね。はい、そのうちね、動画アップします。ということでね、今回ね、DJG7 をね、三脚にね、マウントする方法としてね、マグネットをね、考えてみました。いかがでしょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。